なんでやねん意味ない、読みにくなってる。今開いてんねん、仕切り出してる。これはあと思う。なになに、なんやねん、どういうこと。あんだけいじっててテレビでいじり倒して、うん、5回ぐらい重ねてなあ。これバカラのグラスってそうやん。も持ち歩いてんの。いやいや持ってきてくれたね。皆さんおはようございます、こんばんは、こんにちは、木島あすかです。あ、間違えました。毎回やってる挨拶なんじゃないの。皆さんおはようございます、こんばんは、こんにちは、スナックあすかです。はい、こんな感じなんです。いや何が間違えたか。木島あすかですとスナックあすかですでは間違えました。そう決まってたの、うん、なんか決められてて、はい、いや、それやらされてる。いやいや、やらされてる。ちょっとおかわりします。あ、大丈夫、まあ、とりあえず大丈夫、うん、はい、何すんのアスカチャンネルは。あ、じゃあちょっと夏なんで、うん、こういうものを用意しまして、はい、ちょっとヒヤッとしたいじゃないですか。ちょっとヒヤッとしたい、はい、夏なんで、うん、ちょっとヒヤッとするトークテーマをここに考えてきました。ヒヤッとする、はい、その中からちょっと風船を取っていただいて、ちょっとヒヤッとするトークテーマを話していきたいなと思います、うん、はい。青色にしようじゃあ。あ、じゃあ濱家さんから。まず濱家から。はい、絡まりすぎじゃないですか。どうやって撮るの。引っ張ればいけるか。絶対無理やった。今の一撃で余計絡んだで。これ性格出てるね。あのごちゃっとしたやつ引っ張るかな。わかりました、こっちから撮っていただきます。うん、そうですね、すいません、こっちから撮んねんの。はい、オッケー、真ん中らへん。はい、これあ、ででん、これからの風船全然関係あれ。紙だけでええやん、綺麗。もうゴムを綺麗。うるせえ。意味あらへんが、そんなもん。そっちの方がヒヤッとするわ、なんか。引っ張ってんのとか、はい、これからそもそもその水風船の。うるさいな、いきますよ、はい、だっておかしいよ、ワゴムでこんなになってるのが。これからの YouTube はどうなる。なんかちょっとニュースとかでもな、なんか、うんうんうん、ネットニュースとかでも見るやん、人気 YouTuber の人がさ、うん、ちょっとこう、はいはいはい、いや今きついっすよみたいなことを言うてはるやん、そういうことじゃないの、うん、芸人も参入して、あ、まあそれももうちょっと落ち着いてきてるけどな、ね、うん、アスカちゃんいつから始めてんのこのチャンネル。私は1年半前くらい。でもアスカちゃんのチャンネルも登録者数多いねんで。多いよね。いやいや、かまいたちさんほどではないですけど、俺らはまあ多いんだけど、ね、俺らはもちろん多いんだけど、何人やったっけ今。40万人ぐらい。すごいやん、一人で40万人や。一人でそれすごいよ。何をしてんの普段メインは。ゲームをやったりもするので。ゲーマーやねん、めっちゃ。ゲーム配信やったりもしますし。何系の、Apex、そうですね、 FPS とかやったりとか、うん、一つは古いな。一つはちょっとやってないですね。一つやってないのか。はい、あ。将棋ウォーズもやってないです。将棋ウォーズもやってないです。MJ もやってないです。MJ もやってない。見てくれてんだよ。MJ のツイッターの公式アカウント見て、なんか人でフォローされてるの俺らだけやから。マジですか。そうなん。うん。すごい。課金もちゃんとしてるから、ね。そうですね、うん。結構な課金してますね。そう、そうです。あとまあお酒飲んだりとか。もう本当にチャレンジしたりとやってみた系とかも結構やってます、うん、あ、そう、はい、辛いもん食べてみたとか。あー、やってます。激辛やドッキリとかもあります。いろいろ実はやってます。はいはいはい。あ、乾杯ね、2杯目乾杯。2杯目乾杯、はい、アスカちゃんのチャンネルにもなったことやし。でも YouTube は俺らはもう今200万人、うん、目指せ目指せ、はい、うん、かな。160万人ぐらいやから。いつもそう思うんですよ。いつもいつ撮ってるんだろうと思って。お忙しいのに、うん、なんか合間はほんまほとんど YouTube やな。あー、や、 YouTube スタジオっていうかビアみたいなのあるじゃないですか、うん、いつもあそこに行って撮られてるじゃないですか。最近はそう、うん、そうですよね、うん、YouTube 部屋も今日だから改装が終わったかな。あ、ついに。そう、されたんですね。ほんまにずっと先延ばしにされてた。そう、改装が終わったって本人は言ってるけどまだ見てないの。今日だから行って、今日 YouTube 撮んねんけど仕事終わりに、はいはい、え、終わりで夜行った時に僕らがその完成の様子を見て、わーっていうのを撮んねんけど、
ほんまに終わってるかどうかちょっと分かれへん。ずっとやるやるって言われて やられてなかった。全裸で部屋をうろつくためになんか改装工事を進めてないねんな、森下が。何論でしたっけ。陰謀論。謀論受けました。アスカちゃんから陰謀論振られるから、2人とも今必死で何って大慌てで頭の中探した。自分で言えなかった。そあ、そうかそうか。面白かったです、うん、そうなんですね。興味に行くねんな、だからな、これで全然まだ進んでませんでした、てってれーみたいなのとボコボコしとる。定点にカメラ置いてボコボコしとる2人で。それも動画にするんですか。そうそうそう、 YouTube に上げる。芸人の鏡、うん、そうよ。 YouTube ね、どうなっていくん。 YouTube、 我々はもうこのままでしょうね。このままスタイルでペースも変えずにやってみてって感じかな。でもトップ YouTuber の人たちに関しては、うんうんうん、まあもうある程度確立してるのがあるんやろうけど、その収入厳しいぐらい YouTuber は今ほんま大変でいい。ああそうでしょうね。ばらけるってことですか、うん、なんなんやろな、その広告の収入自体が下がってんのかな今。広告収入も多分全体的には、ね、時の一番高い時から比べたら多分下がってる。そうそうそう、だからなんか大変やっていうけど、でも YouTube に変わるこの動画の市場が あるのかどうかやな、ついな。テレビ YouTube 以外で確かにやってる他の SNS、 俺 TikTok 全然分かんないです、やってないですよ、できてなくて。でもなんか流行が今生まれてるの TikTok ですね。とか言うやん、トレンドが、だからチェックせなあかんなとか、なんか始めなあかんのかなとか思うけど、一銭にもならへん。そこなんですね、やっぱり。わかるのかな。そう、あとそのこれ何やねんこれ。面白さが理解できないとこまで行ってるから TikTok の。そう、俺らの脳みそではもう分かれへんのよ。私も TikTok あの韓国アイドルぐらいしか見ないですけど、スタイリストさんのアシスタントの女の子がまだ18歳とかなんですけど、その子は TikTok でニュースも知るって言ってました。TikTok でも要約されてるから、ニュースとかも流れてくるんですって。へえ。何々と何々がなんか結婚したとか。なんかたまに番組とか行かしてもらったら番組用のやつ撮りますよね、TikTok、最近多いですよね。やっぱはちょっとは照れてまうよな。わかります。これはやらんけど、これ何なんですか。あるやろ、このあれが変な初めリズム乗ってて、ってて。あとなんかこっちからなんかこうやっていくやつ。ある知らん。なんかこうやっていってなんやねんってやってたら、濱家も今度こうやっていくみたいな。みんなでみんなでやっていくみたいな。そう、それなんやねんと。ありますでもそれが流行ってる。そうやね、だからあっこうのお味噌も持っとかなあかんねんけどな、ほんまのこと言うと。確かに年収彼氏職業ありますね。2万回リュータすむがな。あれ何やねん、何なあれ。分からへんねん、ほんま分かれへんっていう気持ちが一番でかい。そうね、でもなんかどうやって思いついたのかが、ちょっとセクシーな格好した女の子とかが踊ってたらやっぱちょっとおおって見ちゃいます、うん、セクシーだったら分かる、どうやって見てんのかも分かんない、一応アプリはあんねんけど、こうあれどう見るのかが分かんないね。おすすめとかも適当に見るみたいな感じじゃないですか、多分みんな。あ、そうやね、こっちが何かっていうことじゃないんやんな、もう今流行ってるもんとか流れてるのかな、全然どうやって自分の好みのやつを探すのかももう分からへん、こんなにおっさんになると思ってなかったよな。だってデビューしたての頃とかは当たり前のように全部をこう吸収できてたやん、何の説明も聞かんでも操作も分かったし、でももう無理やな。器用ですね、編集とかもできないですもん、ね、自分でやってるんでしょ、ね、皆さん自分で。しかも携帯でパッパッパッってやったりするらしい、だからまあ俺らが理解できへんようなところまで行っていくんじゃないですか、 YouTube も。進むのかな、スパチャはしてる。アスカちゃんのチャンネルで今 YouTube でもさ、はい、ありますね、なんか生配信とかしたらさ、はいはいはい、できるやんか。はい、ありますね。あれはできるようしてる。あ、してます、してます、してます。どう、あれ
投げ銭してくれたらあだすみたいな言わなかった。言ってますよ。一応言うのが決まりやんな、はい、名前言って、うん、ありがとうございますって読み上げるみたいなのやってますけど、かまいたちさんとかがしたら多分キリがないですもんね。多分なんか言うの嫌やねどういうこと、なんで感謝せなあかんのいや一番分かりやすいじゃないですか、お金を投げてもらう。いやまあそうやねん、そうやねんけど、名前だけでもいいんじゃないか。いやなんかそう、だからなんか喋ってる最中とかにさ、あーありますね、ねえねえさんありがとうございますみたいな。このチキンの見ててさ、ナダルが1万円来た時、ありがとうございます行っちゃってるって言った時、もうこいつ何してんの、赤いスパターン何してんねん、おいナダル1万円でお前何してんねんと思って、そこは気になってまだ我々はできてない。そうそうそう、あまだオンにしてないですか。じゃあしてないね、オンする予定もないそれは。うん、北斗のさ、北斗のパチスロの生配信した時さ、19万同時接続になったのよ。すごい。その時とかスパチャしてたら多分めっちゃ来てたんじゃん。いややばいですよ絶対。ギャンブラーたちがそれこそ1回の配信何百万とか、そういうスパチャになりそうですね。俺らなんか高い買い物しましたとかってあんま隠さずに言うねんけどさ、なんかそれはなんとなくでも言いながらもさ、この仕事で何ももらっててとかっていうのは伏せた上で自分らでなんか買い物してるとこを見せてるだけやんか。でもスパチャって今日じゃあ例えば100万稼ぎましたとか200万稼ぎましたで出るやん。出ますね。それがちょっと嫌やなって思うんで。なるほどね。出るの？出るでしょ。いやどうなんですか、見てる人には出ないんじゃん。人には出ないけど、あ出ないんや、アーカイブとか残ってたら、まあ誰か、ね、数えたらね、数えたら大体のとか分かる。こいつめちゃくちゃ稼いだやん今日とか。いやあれはありますよきっと。はい、なんかやっぱ俺はそれがちょっと怖いっていうか、例えば100万稼いで100万ぐらい稼いだなと思われたのに、後々動画見返されてこいつ100万の動きしてるかとか思われた俺はふんわりやりたいのそこは。スパチャももしやったら吉本あの取り分は YouTube の取り分になんの、収益のあの取り分なんの。なんでやねん関係ないやん。わかります、お前に来るじゃん俺らがスパチャしたのと吉本関係ないやんなんでやねんそれやばい、それはもうそうあります会社のね、あれはあれ、会社の他のやつ行く、はい、あ、そうですね、行きましょう。せっかく用意してくれたから、はい、じゃあ山内さん、はい、無線邪魔やな、こうなったらはい、綺麗、輪ゴム並べろ、紙をうるさい、意味ない、読みにくくなってる。今開いてんの、わかんない5年後どうなってる、それがしぼんでる、この風船じゃない、しぼんでる、まだ絡まってんじゃん、風船なんじゃん、まだ絡まってるね5年後も絡まってあります。これはもう切ります、後で切る、はい、5年後どうなってるか、今はなんかこんな感じのこともやられてますそうよ、はい、すごいことやろこれ裏アームの裏表紙、そうバックカバーというやつね。しかもこれ2回目、ね、2回目すごいことやね、このあれアンアンさんから本出んの、拝見しましたすごいですね、ほんまな、もともと細いのにどんどん細くなって、めちゃくちゃ、うん、毎試合ごとに絞って絞ってやったな、うん、体重はちょっと増やして今もキープしてるけどね。あ、本当ですか、うん、すごい。パーソナルの先生ついてもらって、で濱家の先生と俺の先生が別々違う先生やってるけど、ほんま教えてくれてる先生の体格になっていくね、俺の方はちょっと結構がっしりめの格闘家タイプの鍛えてる感じの人やって、ほらなんかちょっとがっしり格闘家チックな体になったし、浜谷の方はなんかシュッとした先生、そう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 、細マッチョ的な、全然ジムとか行かへんしで聞いたら、いやちょっと私外が出るのがほんま苦手なんですよね。どう体型どう維持してる、でも酒も飲むやん、ほんまは下っ腹めっちゃ出てるとかいやでも腹筋とかしてますよ、ね、してる、はい、あ、あの食事とかあんまり気にしないです、ね、うーん、ナチュラルであんま太らへん、太らへん、いやいや太りますけど、やばいなって思ったら節制するぐらいです。あとはもう、はい、毎日体重計乗ってとかではない、あないです、ないです。あそう、あすげえ、俺毎日乗ってるもん今もですか、うん、俺も一応乗ってる、無駄や、うん、
やっぱりそういう目で見られてるから。そういう目で、ね、見られてます。今こんなこともやらせてもらってますけど、はい、5年後な。5年後。ほんまどうなってるか分からへんよな、5年後なんか。あ、どうなりたいとかはありますか。金持ち。大金持ち。今もそうじゃないですか。足りない。さらに足りない。可愛いでしょ、可愛いでしょ。100億円欲しいから。あ、死ぬまでに100億円欲しいね。なるほど。生涯100億円じゃなくて、うん、貯金、ね、貯金100、貯金100億円欲しいね。アホでしょ。じゃあお二人とね、2人お子さんいらっしゃるじゃないですか。うん、そうなるとまたちょっと変わってきませんか。うん、お前何も欲しいの。100億なんかもう現実的じゃなさすぎるから、俺は50億で。あーあーじゃないの。ガチじゃないです。無理ガチじゃないよ全然。ガチだガチだ。全然ガチじゃないよ。とにかく貯金がめっちゃ多い人になりたい。あ、貯金なしでずっとやってきてたから。あ、なるほどなるほど。大金持ちになりたくてやってるから。やっぱでっかい家住んで、うん、高い服着て、うん、まいもん食いたいっていうか、その3つでやってきてるから。なるほど。そう。マイホームは購入されてないんですか。買ったよ。買った。あ、マンションですか。うん。うん、それももう言ったテレビで。で、俺は言われたけど。勝手に山内にね、うん、買ってたから、うん、家も買いましたけど、より広い家、いつ満足すんねやろうっていう、追われて追われて不安と戦ってるから。5年後なんか、それおっしゃってますよね、いつもなんか、ま、いやずっといつも不安なんですよね。そうそうそう、ほんまそうよ。いつもおっしゃってますけど、うん、そう、かまいたちさんでもそうなるの。何回もあったもんな、その上向きになってガーンっていうのが。そうそうそう、人生の中で、仕事増えそうだなと思いきや増えないみたいな。うーん、で増えそうな時期にちゃんと調子乗っててん、もう大丈夫やわみたいな。でやっぱこうなってたから。どんな感じで調子乗るんですか。そうやね、サングラスかけ出したりとか。荷物ないのにコロ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 引き出したりとか。わ、ね、かりやすいです。そうそうそう、わかりやすく、うん、最近言ってないけど、ほんまずっとこう行くぞ行くぞって言われながらこう言ってたっていう、そんな感じ。あ、なるほどなるほど。5年後もでも今ぐらいの仕事量あったら嬉しいよな。そう、うーん、まあ、今ぐらいっていうか、もう CM だけしたい。そんななんか、お、すごい大物女優みたいな。そんなタレントおらんねん。CM だけやっていきたい。アスカちゃんは5年後どうしときたい。私は31。結婚とかは。結婚したいです。考えてるもん。はい。彼氏はいないです。ほんまはいないです。いや、マジの話。つめんな。もう今壁際やったよ。まだ行くか。今はだからそうなんじゃない。仕事も楽しいし。あ、明確なものはないです、あんまり。のんびり猫たちと一緒に暮らせればそれでいい。今幸せなんやろ、だから今。そうですね、はい。もうちょい幸せかって言われたら分かんないです。ずっと私も不安と戦ってます、ね。あ、そう、はい。金銭的には今満足してる。あ、まあ、してます、してます、はい。いらん、別に。いらないですね。信じられへん。かん。でもやっぱ家族を持ってる方とは違うかもしれないです。いや、家族とかじゃなくて、はい、そんなことじゃなくて、お金。そう。分からん、このお金が欲しいっていう、うん、とにかくお金欲しいね。何に使うとかじゃないねんけど。安心したいってことですか。ゼニゲバ。ゼニゲバやね。意味変わってきません。ゼニゲバやな、ほんまそう。なだからほんまにスパチャ、そう考えるとした方がいいのかな。スパチャやりましょう、それはもう、はい。交渉したら YouTube のその比率と変えれそう。スパチャは吉本との比率無理。なんでやねん。わけわからん。関係ないよお前らに。別にスパチャは何もしてないよ。確かに、そうやな。いやいや、5年後はまあ今ぐらい仕事できてたらかな。うん、50歳ぐらいまでに大金持ちになれてたらいいよな。あと何年ですっけ、そうなると。10年。大阪でなんか豪邸みたいな建てたい。おお。東京は無理だから。現実的に。現実的じゃないか。大阪の大阪ならもしやっていう。大阪の西区。西区、お、西区は高いよ今。あ、そうなんですか。高い。なんか どういう豪邸とか。堀江とかさ、はい、あの辺のエリアやからさ、大阪の西区は。西宮。いや高いよ。
芦屋とかあの辺よ。あの辺に建てたい。西宮、北口に建てたい。ああ一番人気と言われてる場所。マダムしかおらへん。マダム、西宮ガーデンズにも行きたい。行けよ。それも行けます。いつでも行ける。今でも行けます。そうそう、西宮とかはいいかなと思う。なんか東京出てきてからちょっと感覚変わったのが、うん、大阪ってまあ10分15分ぐらいである程度のとこ行けてたから、うん、市内に住んどかなあかんかなと思ってたけど、うんうんうん、東京ってどっか行こうもったら30分ぐらいかかるやん。あ、テレビ局の移動とかでも。だからまあ30分圏内ならとか思ったら西宮とかでも全然入ってくる。全然ありですよね。大阪も秒ですもんね。そうやね、大阪全部がめっちゃ近かった今思えば。テレビ局か、なるほど、確かに東京ってすっごい離れてる。 TMC、 キヌタスタジオの遠さ、あとそれを超える生田スタジオの化け物の遠さ。いや、わかります。前乗りやろ、あれ。前乗り、ほんで実際前乗りやったし、俺ら前乗りしたよね、大阪から行った時は。そう、確かに。たまになんか帰るのに1時間ぐらいかかりません？なんか、あるある、全然ある。首都高が混みすぎてる時とか。そうやね、ほんまもう言われ尽くした話やと思うけど、電車も多すぎるって人が。電車マジで多いですよね。俺マジで東京出てきたての時に山手線見た時、入るタイミングなくて 3,4 本見てたもん。ほんま、いや、わかりやすい。入り余地ないのに入っていくやん、みんな、うんうん、ですね。角丸なってたもんね。漫画みたいな、ほんま。パン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 だって話。もうあれはだからもうトラウマやな。 2,3 本ほんで待ったとこで、そうやね、全く変わらへんもん、ね、確かにまた人増えてるし、人多いしな。大江戸線は深すぎるしな。どこまで下がんねんって感じで、怖い。マグマに近いからちょっとあったかい。それはあんま関係ないです。深すぎて、普通にあったかいだけで。だからその辺はちょっと東京はすごいなと思うけどな。そう、飛鳥ちゃんもだから関西勢やからな。そうですね、いつか神戸とかにね、それこそ。ああ、それはある。ありますね。最終的には帰りたい。帰りたいって、そうですね、なんか住みたいなと思います。へえ、いいね。そうか、そういうのあります。もっとヒヤッとするのなんか探して言ってもらってもいいよ。え、いいですか。飛鳥ちゃん的にヒヤッとせえへんなってさっき言ってたから。この子仕切り出してる。ああ、うん、これ結構ありですね。最初からちぎっといて、初めからそうしとったらええね。これ多分最後の方やろな、これとか考えたの。で、何でもええよ。自分も言わなあかんからな。え、そうやね。もちろんそうやん。いやー、飛鳥ちゃんのチャンネルなんやから。オッケー、そうですね。オッケー、これでいきましょう。全部お金の話。全部お金の話。いいよ、何でも言うよ。芸人やねんが、そんな。そうですね。うん、何でも言う。じゃあ、はい。まあ、うん、最近買った高額商品。高額商品、はい、これ結構でも考えてたら結構言う。それはごめん、言えません。なんでですか。恥ずかしい。なんでですか。何でも答える芸人、俺ら芸人やからって言ってたじゃない。高額商品ね、はい、僕はもっと際どいのあったんですけど、自分言えないなと思って、はい、俺は絵かな、200万円の絵。絵、そうや、うん、番組で買ったけど200万の絵。家に飾ってるんですか。そう、でもそれ番組で買ったやつですもんね。そうやな、もう気質なものですもん。いやいやいや、全然濱家が買うって言って、番組が、あ、じゃあちょっとそう動いてくれて、あ、写させてくださいみたいな感じ。え、富永ボンドさんっていう人の絵が買いたいっつってて、その人の個展があるから番組終わり行きたいですって言ってたら、番組がちょっとついていっていいですかってなって。そうそうそう、本当に。じゃあ最近買った高額商品って何かあるかな。山内さんは。俺はおとついぐらいにルイ・ヴィトンのリュック。おお、それはおいくら万円。40ちょい。おー、ニゴさんとルイ・ヴィトンのコラボのやつ。ああ、うん、おしゃれですよね、山内さん。そう、どこがいい。ファッション好き。ファッション好きですよね。そうなの、そうなの。モデルさんから見ておしゃれかこれ。え、かわいいじゃないですか。それが高かったですね。見てよ今日のファッションも、うん、おしゃれか。時計のシャツ、うん、ロレックスね。あ、うん、ロレックスと今日はルイ・ヴィトンのバッグ。総額いくら。今日は400万ぐらいかな。総額400万ぐらい、うん、ほんでダサいで。ダサくない、恥ずべきことやで。全然ダサくない。そんなことはないです。400万貼ってる方がおしゃれ。それレディーガガみたいなのないね。なるほどね。赤ちゃんは、でも私なんだろうな、
最近カーテンかな、カーテン、カーテン、そんなええねん、もういや本当です、本当です、もっと高いもん買うてるでしょ。いやいやいや、なんかオーダーカーテンみたいな、うん、ちょっと結構値が張りました。いくらしたん？20万くらい。うわっすげえ、はい、ああそう、あれにした、電動のやつした、あそういうのじゃないんですけど、なんか家全部の窓にやるってなったらやっぱそれぐらいになりました。全窓オーダーカーテンにしたん？あそうですそうです、変な窓なんで、うん、あんま合うものがなくて。そうやな、あの窓変やもん。行ったことある、あこれ言ったらダメなのか、行ったことあるんや、あげるかお前みたいなやつ家にあげるかお前みたいなやつを本当はもっと際どいのもあったんですけどね。ちょっと私言えないんで、ここ3年で一番低かった年収、低かった月収、3年で一番低かった月収なんかめっちゃ低いよ多分な。低かったの東京来てすぐぐらいか、100、めっちゃかっこつけてるやん、嘘つけ、一番低くて100、嘘つけ、一番低くて100、めっちゃかっこつけてるやん、あの月は苦しかった、あの月は苦しかった、どう思われたい、100なんか もっとしたよ、余裕でもっとしたよ、うん、どっちでもいいです、こっちでもいいです。一番良かった月の月収、これは聞くと思う、気になりますよ、聞かないからなかなか、アスカちゃんもピー入れて言って、いやいやいや、私は言わないです、私は言わないです、言えないです。そうか、これはまあ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 、はいね、ここまででええか、だから高額商品だけで、そうですね、俺は全然ええねんけど、お前は言いたいやん、そんなやつ言えん、俺は全然ええねんけど言いたいやつはいらんねん、 OK です、ありがとうございます、いやいや全然、はい、というわけで、うん、はい、今日はスナックアスカに遊びに来ていただいてありがとうございます。ありがとうありがとう、なんか10分やってる時からね、なんかコラボしたいです ねみたいな話を、そうそうそう、はい、いやよかった、できてこんな私のチャンネルに来てくださってとんでもないです、ありがとうございました、つけといて OK です、つけといて、また来てください、また来るわ、はい、ありがとう、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、お気をつけて、はい、行ってきます。